古き良き日本の原風景、白川郷合掌造り集落を見学した後は、飛騨古川で郷土料理をいただきます。ご飯の時間です。いただきます。これは郷土料理ですか？はい、こうね、ごく一般的に家庭で作られてるものを中心にしましてね。家庭で作られてるんですか、これが？そうですね、昔からね、作られてるものなんですよ、この地域で。そうなんです。古川でですね、これ頬葉の上に盛ったものなんですけれど。あ、頬葉ってこの葉っぱのことですよね。大きな葉は頬の葉ですね、頬葉なんです、うん、この葉っぱは何か特別ありますか？これはね、やっぱりね、あの塩漬けして、こうして、そして一手間かけてね、こうしてあれですね、皆さん塩漬けしてあるんだ。この中に一番有名な料理はどのこちらですか？食べないといけないなとか。全部そうですね、全部こうですね、飛騨独特のこう代表的なこう夏目とかですね。夏目、あ、はい、これですね、これ夏目なんだ。この左側にあります細い小枝で揚げたような、これごぼうなんですけどね、つかげと言いまして、つかげ、はい、でこの前にあります、まんじゅうの天ぷらとともに、まんじゅうの天ぷら、まんじゅうなんですよ。お刺身はね、皮ふぐと言いましてね、皮ふぐ、はい、皮に似た味っていうことで、皮ふぐという別名がついておりました。これは生ずの刺身。生ず、はい、生ずってなんかこう泥の中にいるみたいな、ですけど、これは綺麗な、あの山水って言いますか、綺麗な山水で育ててますから、臭みが多分臭くなくて、臭くないんだ、はい、食べる、いただきます。でちょっと醤油つけて、うん、ポン酢なの、ポン酢、うん、ポン酢か、いただきます。確かにフックに似てる、歯応えも、歯応えがフックに似てる、美味しい、全然臭くない、うん、全然臭くないんですよ。なんか僕の、ね、今日の座りなんかこう正座がうまくできてるよね。全然しびれないんですよ、うん、なぜかというと、なぜかというと、たったたったったー、かわいこじせんよー、じゃーん、これすっごいいいですね。お楽ですよ。楽です。膝がすごい、ね、やっぱり正座つらい人多いから、ね、つらい方が多いですから。お、すごい香ばしい、この真ん中の魚は何ですか？これはね、鮎の塩焼きなんです。鮎の塩焼き、はい、こんな感じ見たらすごく、あの江戸時代を思い出した思い出すの？いたの？江戸時代に。おがお、うん、おいしい、塩味ちょうどいい、バーベキューフィッシュ、うまい、うん、やっぱりこういう、もう日本の原風景みたいな街でこういう郷土料理はもう本当いいですね。ありがとうございます。旅行の醍醐味。昼食の後は飛騨古川観光スタート、聖地巡礼の時間です。わい、何やってんの？違う、ちゃんとあの線の真ん中ズームして、線の真ん中にして、ちゃんとあの横のなんかこの建物も入れて、これ同じにして、違う、引きすぎ、もっとズーム、もっとズーム、わい、我最近给我擦我眼睛了。I'm artist! What? 我的筋肉是明星来的。何じゃこれや、何や、わからない。同じ写真を撮る場所なの。滝くんが入ってくるんだよ。滝くん誰？知らないの？知らんよ。君の名は？全妙。無敗や。Your name? 妖中業。映画のタイトル。あれ、妖中業、映画のタイトルだったの？違う、龍さんや。君の名はが映画のタイトル。全然前世から。思い出した？思い出した？お前こそ、お前たちでないよ。これ写真撮るためにこの台も作られてるの。こんな普通の写真撮るためにこんな長い台作るの？そうだよ、台まで用意してくれてるの。いやいや、なんじゃこれや。駅の前に行けば思い出す。はな、全然前世から。この辺かな。あ、タクシーある。あ、ここここ、この辺、この辺。やおめえ、ワンファラー姐姐。ここここここ、この場所ちょっと手伝って。あ、はい、いいな。これ見て。あ、これ見て。私こういう感じわかる？これ、うん、このシーンだよ。あ、これを真似するんだ。そうだよ、もうやんよな。あ、ちょうど僕帽子持ってるわ。そう、アメリカでも持ってるわ。いいわ、あ、タクシーもあるわ。そう、たまたまこの場所が止まってるよ。はい、もうサウトや。え、中間ランゴやな、あと二人、あと二人だ。あ、すいません、ちょっと誰かスタントインお願いします。
啊，不带你，不带你。啊，走走走走。哎，一朵花。哎，一朵花，一朵花，来，准备，哎，来，来来来来，哎 ，OK OK。はい、もうちょっとこっちへ。ありがとうございます。古川の方ですか？はい、ありがとうございます。いい町ですね。はい、ちょっとそこは立てていただいてよろしいでしょうか？北村さんと内山さんです。はい、はい、立って立って。はい、じゃあ頑張るよ。あ、無駄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 。あ、あるんだ。はい、皆さん、トゲシブは？はい、どの向き？無駄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 。よしよし、打ほうや、よし、打ほうや、打ほうや。はい。開きすぎじゃない？こんな感じ。はい。はい、オッケー、オッケー、オッケー。はい、はい、3、2、1、はうん、三葉さん探してるんですよ。おー、この初だけどな。ここにいたはずなんですけど。そうですか。知らないですか。いやー、ちょっと見せてください。確かにこの町なんですよ。差不多な、OK、うん、OK、因果引業から引業、OK、 まあまあ、どうかもいいですね。あー、ほうほいさん、好嘅，多谢，系 ，OK， 多谢，系，唔该晒，可以喺嗰边攞两个饭盒噶 ，OK， 唔该晒你，多谢，多谢，多谢，系，唔该晒你，好，吓，啊，いい人たちだったね，真系好，啊，仲要，好开心啊，皆さん、失礼しました，すいません、ご迷惑おかけしました、好开心啊，もうすごい満足、ああ、これ真似したいですね、そう、なるほど、あとどこ行こうか、このアニメがね、うん、ん？こんなたくさん場所あると、全部行かないといけないの？そうだよ。え、嘘でしょ、もう時間ない。だってこの飛騨古川は君の名はの糸守のモデルになったと言われてるの。なるほど。だから町中にたくさんの似たような場所がある。だめ、これもう時間ない。はい、はい、や、心配ら。じゃあ、あと一箇所、一箇所だけ、一箇所。あ、かもわ、ほら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 、みんなは、わ、やばい、おい、ポスターあった。你的名字喎，新海誠嗰部戲喎。ほら見て。これはこのシーンがね、この町だね。この町がモデルとなった糸守。私今いい風景だ。はいや。我影我影我，我劲啊我劲啊我劲啊。好開心啊。好開心咧。まだ続くよ。え、係喎，邊度啊？ここは、で、次はこれ。新女優啊。結び。あ、そうですか。この紐。はい、この紐。そう、この紐は、これはただのリボンで香港で買ったんだけど、はい、本物があるはず。あ、そう。うん、もう待ってくる。イエーイ、あー、むすび、みちゃ、てきくん。お菓子もある。はい、でも買いがある。いやー、お土産、お土産、お土産。あ、組紐。あ、これか。そう、この辺りでこうやって作ってるんだよ。本当にあるんだ。ちょっと待って、うん、この辺はチームこの商品関連商品、関連しているものが集まってる。この酒覚えてる。巫女の口神酒。わ、すごいね、名前詳しいな。口神酒。大樽装啦、中樽啦、同埋細樽任君選擇噶。これ小さいだけどさ、持ち帰りが簡単だね。でも私やっぱこっちかな。やっぱりね。このサイズだったと思うよね。あ、本物はこれだね。本物はこのぐらいだった。あとこれも、これ覚えてる。はい。これ持って踊ってた。そうなの？そうだよ。巫女の舞。来来。わいわい、れ、なんか忘れてない？なんか紐とか買いたいって言ってたの。あ、紐、そうだ、紐。は？あ、メスや。なんか紐。紐。ではでは。組紐。わあ。組紐作れるんだ自分で。色が鮮やかだね。自分で好きな色をこれでから選んで、自分の気持ちを込めて。ここで作る。作る。へえ。所要時間1時間半。ええ、一時間半？残念です。あ？我就知啦，我冇時間啦。不如買啦。好。來週は？有冇做壞事？哎呀，整死咗咖啡啦！你搞錯啊！佢仲飲兩罐添，兩罐都整死曬喎。搞錯，真係失禮曬我啊！你仲話唔係你，佢直接遮住。叮叮叮叮叮叮！咩嚟噶？點解會咁嘅？ドライブの旅、昇竜道最強攻略、来週もお見逃しなく。